ちは、チーです。今回はラズパイを組み立てて Ubuntu をインストールします。それから日本語設定、キーボード設定、ツールのインストールなど盛りだくさんです。ケースの組み立ては面倒なだけで難しくはありません。まあ10分程度の作業と思います。ラズパイにヒートシンクを取り付けてケース内に入れます。ファンはボードに取り付けて配線をします。ファンの電源は本体の GPIO から取るんですが、 5V と 3.3V が選べます。経験的に 3.3V で構いません。それで1年以上運用しています。それに 5V だと少し音がうるさくてね。最後に保護シールを剥がすと中が見えて見栄えも良くなります。裏側は保護シール剥がすのが面倒でそのままにしてあります。ラズベリーパイイメージャーを使って SD に書き込みをします。ラズベリーパイのウェブサイトからダウンロードできます。画面の URL から Windows 用、Mac 用、いずれかを落としてください。動画内の作業はすべて Mac ですが、これしかないのでご容赦を。次に Ubuntu Mate のウェブサイトからイメージをダウンロードします。ダウンロードページで Raspberry Pi 64bit を選択。リリースは 20.04 を選んでダウンロードしてください。 Ubuntu Mate の Mate なんですが、普通に読めば仲間とか友達の意味の Mate ですよね。でも発音は Mate なんです。なんでもマテ茶からの命名なんだそうです。まあ、ウブンツアヤタカみたいなもんですかね。いや、ウブンツイエモンかな。イメージャーを起動します。Choose OS でイレースを選んで SD をフォーマットします。他にも SD トーストツールはありますが、イメージャーは軽くて便利です。どのみちラズパイユーザーには必携ですしね。 Choose OS から Use Custom をクリックして Ubuntu のイメージを指定。 Ubuntu イメージを SD に焼きます。ラズパイ1や2の頃、 Mac だとツールがなくて DD コピーだと遅いので、 Brew で DD レスキューを入れてトーストしてたのを覚えています。出来上がった SD をラズパイ裏面のスロットに挿します。電源を入れて起動してみましょう。起動した時、最初は文字列が表示されるだけですが、数十秒待つと設定画面が現れます。最初は言語設定です。下の方にスクロールして日本語を選び続けるをクリック。キーボードはジャパニーズを選びます。地域は東京で続けるをクリック。最後は名前やパスワードの設定です。ここではパスワードのチェックが甘いんですが、後から変更しようとすると文字数がとか簡単すぎないかとかいろいろ怒られます。
設定に合わせて必要なソフトのインストールが始まって少し待たされます。 OS を最新の状態にするためのアップデートを行います。ターミナルを起動してメニューのシステムツールから待て端末をメニューバーにドラッグしておくとすごく便利です。ちょっと寄り道ですが、目が悪いので先に表示フォントを大きくします。sudo apt-update とタイプしてアップデートを行います。初回は少し時間がかかります。アップグレードできるパッケージがあるときは sudo apt full upgrade とタイプします。終わったら再起動なんですが、その前にフォントが大きすぎてバランス悪いのでちょっと修正。 sudo reboot とタイプして再起動。日本語設定とインストールを行います。メニューからコントロールセンターを選びます。下の言語サポートをクリック。ちゃんと日本語が使えるようになります。必要なものをチェックしてくれるのでインストールボタンをクリックします。日本語設定やフォントなどが自動インストールされます。終わったらまたリスタートです。コントロールセンターを開くと一番下に日本語ツールが2つ追加されています。モズクは Google 製のオープンソース日本語インプットメソッドです。モズクのキー設定をコトエリに変更します。ファイテックスはインプットメソッドのフレームワークになります。ファイテックスの設定壊れてますね。これ簡単に直ります。ベータ1の時も壊れてたので。ターミナルを立ち上げて sudo apt install fitec config gtk再インストールすると直ります。ただお約束のリスタートが必要ですけど。コントロールセンターを開いて fitec の動作確認をします。ちゃんと動くようになりましたね。ここではインプットメソッドのオン・オフ、つまり日本語・英語の切り替えキーの割り当てを指定します。全体の設定タブを開いて、好きなキーでいいんですが、私の場合はスペースキーの両側無変換とかなひらがなキーを割り当てました。リスタートの前に点キーが動かないのを直します。コントロールセンターのキーボードをクリック。レイアウトタブでオプションボタンをクリック。その他の互換性に関するオプションを開いてニューメリックキーパッド Always Enter Digit をチェック。これで点キーが有効になります。他のオプションも試したんですが、単純に点キー機能だけの方が便利なので。メニューのシステムツールやシステム管理の中にウェルカムとソフトウェアブティックがないようです。ベータ1にはあったんですけどね。理由はわかりませんが、入れてみましょう。ターミナルでコマンド入力してインストールします。sudo snap install ubuntu mate welcome classic。 ネット情報だと ubuntu と snap の関係がどうのこうのとありましたけど、政治的な問題なのかな？知らんけど。あれ、サーバーがタイムアウトでコンプリートしませんね。ダメみたいですね。
気を取り直して便利ツールを2つインストールします。最初はネオフェッチです。 sudo apt install neofetch とタイプします。システム情報を表示するターミナルコマンドです。このソフトは各種 Linux だけじゃなくて Mac や Win 用もあります。 Raspberry Pi OS でもちゃんと動作します。 Win 版はインストールが少し面倒で類似ソフトがたくさんあるようですけどね。次は htop。 これはターミナルのトップコマンドのかっこいいバージョンです。ナイス値が変えられたりするみたい。マンジャロ OS では標準装備されています。インストールが終わったので動かしてみましょう。ネオフェッチの表示画面です。左側の ASCII アートは機種ごとに変わります。オーバークロックした時にもこれで確認が簡単になります。 htop かっこいいでしょう。見た目だけじゃなくて高機能なプロセスビューアーです。カスタマイズも可能で htop はメニューのシステムツールからも利用できます。ダメだと思ってたウェルカムとソフトウェアブティックがあるじゃないですか。ちゃんと動くか試してみます。ソフトウェアブティックは動くようですね。ベータ1の時ここから VLC をインストールしたんだけど英語版だったので速攻削除してターミナルから入れ直したことがあって、それからブティックは使わないんです。ブティックなんて高級じゃなくて日本語特化したソフトウェアユニクロの方がいいんだけど。ウェルカム、ようこそ。まあそうなんだけど、これってこの手の翻訳ってなんかなーってのはありますね。これも動きますね。よかったよかった。最後にマテトゥイークの部分設定です。コントロールセンターでマテトゥイークをクリック。パネルを選んでパネルの機能を設定します。ドックを有効にすると HUD ヘッドアップディスプレイを有効にするにチェックを入れます。ドックを有効にするとプランクが自動起動します。プランクはメニューからも起動できますけど自動起動の方が楽なので。 HUD はメニューなどで説明が表示される機能です。オルタネートキーでオンオフします。ごくごく稀に時たま便利と思います。最後まで見てくれてありがとう。よろしければ登録といいねをお願いします。ところで登録とタイプすると何度も猛録と間違ってしまいました。この動画内の URL やコマンドは詳細欄に貼っています。なお今回から英語版は別ファイルとしてアップロードしています。合わせてご利用ください。ではまた次回。